おお、バイク来てますね。ガソリンとかも全部抜いてバッテリー外して完備しました。今後の展開としては横並びだね。別の会社と組む、もしくはアウトソーシングして収益を拡大していく。これ一番最初のイベントで買ったんだよ。この辺りにビトンマークがあるんですね。どっかここに持ってある横。あ、ちゃんとしたものを構築していけば、目の前に選択肢が現れた時に自分にとって有益な方を選択できるようになってくるから。エキトリービトンのやつだね。絶対に手に入らない。当時の担当さんが用意してくれたやつ。才能なんて後からついてくる。ある程度持って生まれたものはあるけど、持って生まれたものを生かしきれてない人ってたくさんいるんじゃん。お金だけの観点で見ると、それをお金にできてない人ってもちろんたくさんいて、お金を稼ぐっていうところだけにフォーカスするんだったら、おはようございます。おはよう。寒くなりましたね。寒くなったね。ちょっと上がっていいですか。まあ入って。いや、すごいっすね。久しぶりじゃない、うちくん。1年ぶりぐらい。1年ぶりくらい。これ消せるんすか、電気。あ、消せるんだ。これは何ですか。富山県のさ、工芸品なの。あ、そうなんですね。切り子の後ろに照明が入ってる。結構、外資の有名なホテルとかで使われてる。まあ、これ新しいですね。これは村上隆さんです、ね、最近買ったやつですか。これ最近だね。お値段とかは。値段はまあまあ想像にお任せします。確かにね。これ絵ですか。アートだから。それで、あのシルクスクリーン、版画みたいなやつだね。手前あるうちの、まあ、53。はいはい、うん、このシリーズは結構珍しい。結構ほらポップなの多いじゃん。そうですね。おお、バイク来てますね。業者さんにお願いして。あ、そうなんですね。ガソリンとかも全部抜いて。あ、そうなんだ。ガソリン抜いて、オイル抜いて、バッテリー外して完備しました。また乗ろうってなったら入れれば乗れる。まあまあまあ、乗れる感じなんですね。乗れるは乗れるけど、これはさ、飾っときたいなと思って。確かにね、めっちゃ映えますね。そう。これも買ったんですか、下の。うん、あとも用意してもらって、ね。このリビングにさ、バイクがあるって。おしゃれ。いいよね。本当は車入れたいんだけどね。車はさすがに入るリビングじゃないかな。確かに、まあ、次は家建てた時に車が入る家を建てようかなって。 F40 置きたい。それはどんなアメ車ですか。フェラーリの F40。 フェラーリ系なんですね。フェラーリか。フェラーリ系じゃない、フェラーリ。フェラーリ、もうザ・フェラーリだよ。今後一軒家建てる予定はあるんですか。あるあるある。あるんですね。そう、一軒家建てた時に大きいリビングを作って、そこに行きたい。楽しみですね。すごいな、これちゃんと、うん、なんかあったように、こうやって全然動かないですか。動くは動く、倒れない。めちゃくちゃ映えるじゃないですか。サムネ映えするじゃないですか。なんかお酒もいっぱい並べちゃって。これワインですか。ネットで買ったやつです。なんかここも変わった気がする、ガラッと。ここはなんかちょっと僕の中で意味のあるものをね、飾ろうかなと思って、うん、これはどんな意味が。初めてさ、ティファニーのイベントに招待してもらった時にオーダーした指輪なの。ダイヤのこのエメラルドカットなんだよ。長方形にカットしてあるじゃん、うん、普通ダイヤってさ、このダイヤのカットあるじゃん、細かくカットするけど、うん、これエメラルドカットって言って、結構平面でカットしてるからごまかしが効かないんだよね。ダイヤってほらクオリティがあって、不純物とかさ、色とかでさクオリティが変わるんだけど、クオリティの高いやつじゃないとこのカットでは綺麗に見えない。だから綺麗でこのサイズってなるとやっぱり高くなっちゃうんだよ。じゃあ高いってことっすね、うん、まあ高いね。値段は言えないけど。クロスはクロム。かわいいっすね、うん、これ LA で買ったやつ。これね、多分サングラスについてきたんじゃなかったの。あ、そうなんだ。そうそう、これは僕のナンバーの由来にしてる1159の由来になってるオーデマピンゲのコード1159っていう時計。これいつ買ったんでしたっけ。これだいぶ前じゃない、5年前くらいじゃない。オーダーして1年くらい待ったのかな。これは何代目の時計ですか。
どうだろう、結構買ってるからな、7、8本目くらいじゃない、その時で結構売ったり買ったりしてたから。 AP は2個目だね。あ、2個目なんですね。うん、でも1個目のやつ売っちゃった。これもイベントの時に買ってるから。これあれでしたっけ、1個しかない。そう、1個しかないって言ってた。いいですね、かわいい黒子、うん、でこれがまあナイキとナイキとルイ・ヴィトンのやつだね。めったに手に入らないという、うん、当時の担当さんが用意してくれたやつ。いいですね。抽選とか言ってたけどね。色は自分で選べたんですか。色はね、もう一応これがいいって言ってたんだよね最初。うん、いいですね。それを用意してくれた。でもハイカットで言ってたんだけど、ハイカットはやっぱ取れなかったみたいで、これ用意してくれて。これはベアブリックのスターウォーズ。これは誕生日にもらったやつ。まあそんな感じです。で、何、ブランコがブランコね、これ無駄だよね、本当に無駄だけど。これ一番最初のイベントで買ったんだよね、確か3年くらい前だね。神戸で家具のイベントがあって、ルイ・ヴィトン、ね、そう、その時になんか調子乗って買っちゃったよ。いくらでしたっけ。これ、ね、550とかじゃない、600しないくらいだった。あのクッションはね、うん、ベッドですからね。クッションベッドだね。なんか本当にもうこれだけ見ると何か分かんないくらいのね。そうっすね、シンプルなやつ。そのシンプルさが良くてさ、買ったんだけど、まあ、似合ってますよこのお家に。この辺りにヴィトンのなんかマークあるんですね、うん、どっか。ここに掘ってある、横。あ、そう。最近は、うん、こっちで過ごすことが多いですか。まあ自宅だからね、もう完全に分けちゃってる。そうそうそう、仕事とプライベート完全に分けようと思って分けてます。完全プライベート空間だからここは、うん、ね、翔さんあんま誘わないじゃん。誘わないね、人入れないね、ここめったに入れないんですか、本当に。ほぼあっち事務所かガレージ。そうだね、うん。掃除は自分でしてるんですか。掃除は自分でしてるよ。うん、掃除機かけるくらいじゃん。掃除するんすね、うん。そういうの任せないんですか。そういうのは任せない。任せないって、だってさ、こんなの業者さん入れるサイズじゃなくない。どんぐらいですか、間取り。 1LDK めっちゃ広く感じるっすけどね。リビングがでかい。リビングは35、6畳くらいかな、うん。でも掃除機かけたら終わりでしょ。掃除毎日かけてるんですか。うん、全然。そうだって家事とかも自分でやってるんですか。全部洗濯とかするする。あ、全然するよ。うん、任せてる人とかいるじゃないですか。ああ、あんまそういうのだ。アシスタントいたらね。アシスタントはもういない。どうですか、実際にアシスタントがいる生活といない生活の、その効率の良さ悪さ。なんか気使っちゃうかな、やっぱ。あ、いるとなんか喋んなきゃとかさ。じゃあ例えばアシスタントがいて、僕が仕事しててアシスタントが暇そうだったら、何かやることを指示しなきゃいけないとか、なんか指示しなきゃみたいになっちゃうでしょ。ご飯行くにしてもさ、一緒に食べなきゃっていう感じになっちゃうし、運転してほしくて運転してもらってるけど、なんか長時間になったら大丈夫かなってなっちゃうし、気使っちゃうからいりません。どちらかというと、もう自分で運転してフラッと好きなとこ行ってさっと食べて帰ってきたりとかしたい時もあるでしょ。うん、なのにもう2人で行ってしっかり食べて、でその間も会話して、まあ多分僕一人っきりが好きなんだよね。まあそうっすね、多分一人で何でもできちゃう人なんで。そうさ、だから掃除とかもやっぱ自分でしたいし、自分で管理したいし、それがさ、自分のテリトリーから外れてさ、なんかこう物件があってそこの掃除とかだったら別だけど、自分が普段生活してるところの掃除を人に任せるっていうのはちょっと違うかなって思う。人に任せるって結構最初不安じゃないですか。結構不安だよね。どこまでの権限を渡していいのかなと思って。結局じゃあ車を任せたとしても、何かあったらこっちの責任だしさ、じゃあ経理関係を任せてさ、通帳と印鑑とカードと渡しといてってなった時に、そのお金が消えたってなっても、もう自己責任じゃん、うん、分かんないけどね、今後のことは。まあそうですね、うん、どんどんどん規模が大きくなって、規模は大きくしないっていうのはでも決めた。会社を大きくしないと。うん、そう、収入は増やすけど会社は大きくしないと。そう、組織図としてさ、自分がいてその下にこうね、ツリーを作っていくような組織の展開はしない。それはなんかきっかけがあったんですか。
まあ、やっぱり飲食やった時もあったじゃん。自分がいてそこから発生して会社をいくつも作った。その会社の下に従業員をつけてったわけでしょ。でその時にさ、会社は分けてて、まあ、こういったプライベートを見せてる会社と飲食の会社と分けてるけど、でもその会社にいるスタッフの子たちは僕のプライベートも知ってる。でインスタも見てる。まあ、ここで飲食ってやっぱり長時間労働になったりするでしょう。で給料も安いし。でも社長を見た時に社長は遊んでると。現場も来ない。まあ、結構行ってたけどね。週末とかね、じゃあ飲食店忙しいのに社長は遊んでるとか。やっぱ不満になっちゃうでしょう。うん。なんかそういうのが生まれてさ。だからね、やめました。まあ、今後の展開としてはやっぱ横並びだね。この僕がいてその別の会社と組む、もしくはアウトソーシングして収益を拡大していく、まあ、業務委託みたいな。そうだね、って感じですね、うん、か完全に M&A かな。おお、もう社長がいる会社を買収して事業ごと買って、完全にオーナーとしてもう現場もほぼ口を出さずに、こっちから指示を出すとしても社長にだけ指示を出して、まあ、ほぼ口出さず出資だけみたいな感じでやりたいなと。やっぱね、間に入ってくれるトップの人間がいないと下のさ不満とかさ、そういうの全部こっち来ちゃうじゃん。そうですね。それは僕のストレスにもなるし、そこにリソースを割きたくないっていうのはあるかな。はい、はい、ということでガラス変えたんですけど、こっちいいっすね、なんか、うん、背景が翔さんで、うん、富山に住んでるじゃないですか、うん、まあ、富山でビジネスを起こして、うん、で今自由に生活ができてると思うんですけど、うん、東京で勝負しなかったきっかけとかってあるんですか？それね、めっちゃタイムリーなんだけど、インスタで DM 来てたんだよ。同じく地方の方、北陸地方の方で、突然の DM 失礼します、私は同じ北陸の何々と申します、情報発信のビジネスをしてるんですがお願いがあります。5年前からずっと翔さんの YouTube をはじめ各 SNS を見させてもらっていて、ビジネス面で学びになることが多く、結果もすごいなと感じていることから、もっと近い位置で学びたいと思っています。で、まあ、これはお金払うから直接個別コンサルしてほしいみたいな内容だったんだけど、都会に出ずに地方でここまで結果出してるのすごいなみたいな DM でいただいてて、なんか僕の感覚からすると逆に都会に出なかったから今あるっていうのをもうめちゃくちゃ感じてて、でも実際まあそのスタッフの方とかがまあそっちの方の人が多いからそこにいるだけであって、どこでもできる仕事じゃん。そうですね。ランニングコストで考えると今賃貸マンションで家賃50万ぐらい払ってるんでしょ。そうですね。こっちで50万って豪邸だよ。だからユン君が今借りてるようなマンション 2L の70か80平米くらいでしょ。こっちだと家賃10万くらいだもん。で新築みたいな案件。そうなんですか。うん、まあ、仮にこのマンションの70平米 2L くらいが賃貸で出たら15万くらい。うーん、でやっぱその他もろもろも結構かかっちゃうじゃん、うん、やっぱ移動もタクシーになるし、うん、まあ普通に住みながら事務所としてマンション借りてとかでもやっぱそれくらいの帰りがある。プラス僕の活動で言うと大きなガレージを建てて車をもう十何台って持ってバイクも買ってってなるとさ、それ都心でもうほぼ無理じゃん。ほぼ無理っす ね。まず土地がないし、うん、まずガレージを建てるってなると、まあ、本当の都心でやると何十億ってかかっちゃうし、まあ、やれたとしても都心でもちょっと地方の方でさ、うん、それでもやっぱすごい金額になっちゃうから、そのあたりで地方でやるっていうのはコスパの良さをめちゃくちゃ感じてるかな。あとやっぱ都心に出るともう全然桁違いのさお金持ちがたくさんいて、そこに触発されるっていう意味ではいいかもしれないけど埋もれちゃうよね。いい意味でも悪い意味でも目立たなくなっちゃうかなっていう。結局その上を見るとキリがないからさ、違う方向にお金を使ってしまったり、じゃあ一緒に飲みに行こうってなっただけでこっちだったら何千で済む飲みがさ、向こうだともう1会計数万数十万とかさ、それでもね当たり前みたいな感覚でやってる人とさ生活しててさ、収入がねそこに追いついてればいいけど、でもそういったところに僕お金使うのって違うなって感じてるから、自分の中ではね、そういうところでさお金使う人たちと薄い付き合いでお金を使うようなコミュニケーションって取りたくなくて、あとはこうなんか悪い道に行きそうだよね。そうですね、ちょっとグレちゃったりとか、うんうん、グレーなものに手出しちゃったりとかっていうのは、都心に出ればなんか成功できるみたいな感じでさ、とりあえず東京行こうみたいな人っているじゃん、うん、でも結局目的持ってさ東京出るんならいいけど、事業内容がさ情報発信だったりってなると都心でやる必要全くないからね。なんで僕はずっとこっちにいるかな、うん、今はね本拠点は確かにね、まあ、遊びに行ったりはするけどね全然。
東京とか都会はねチャンスも多いけど、うん、難しい部分もそうだ。いきなり行くのは良くない気はするね。ある程度自分の基盤を固めてから行くんだったら誰かと出会えるんじゃないかとかっていう感覚で行くのはあんま良くない気がする。店舗もやっぱ難しいし、うん、家賃かかっちゃうんでランニングコースとか。いや店舗は本当難しいと思うよ。むしろこっちはさやっぱ集客も難しいけど経験値稼ぎとしてさお店をスタートするってなった時にじゃあ夜のお店をさボーイズバーとかね一人でさお店に立ってやるようなバーをスタートしようと思った時に家賃10万くらいで全然できちゃうんだよこっちで。ほぼ居抜きでいけるから初期費用多分数十万でいっちゃう。それがやっぱ都会だと何百万何千万ってかかっちゃうじゃん。結局自己資金でそれだけ溶かしていいお金があるんだったらいいけど手持ちが100万しかないのにそこにレバレッジをかけて900万借りて1000万でスタートしました。もうマイナス900万からスタートじゃん。マイナス900万でさなんか資産性のあるものを買うんならいいけど飲食は始めます。最初の内装とか敷金礼金とかちょっとした人件費とか食材買ったりとか備品買ったりで全部使っちゃって用意した手持ちの100万と借りた900万全部溶けちゃった。そのタイミングで撤退ってなると何も現金に変えれるものがない状態でマイナス900万スタートなわけじゃん。それってさ他に事業やっててそれならいいけどいきなりじゃあ脱サラしてさお金借りてそれスタートしていきなり900万借金作ると地獄でしょ。だからこれはなんかそういうリスクの取り方はしたくないしおすすめはできないかな。じゃあまあ本当に場所は地方でもチャンスもあるし、いや地方チャンスあると思うよ。めちゃくちゃ都会だったらねちょっとリスクは大きいけど、うん、その分多分跳ねたら一気にいけるとは思うんですけど、そうそうそう無理にいきなり挑戦っていうのはしなくてもいいっていう翔さんの意見ですね、うん、だと思う。なんかやっぱさでも向こうって夜のお店関係とかもさすごい盛り上がってるしそのお店単体で集客力あるところとかもかなりあるからそういったところでさ一気に経験値を稼ぎたいとかだったらありなのかも。例えば若い男の子がさホストをやりたいと富山でホストをスタートするのと歌舞伎町でやるのとさ全然違うじゃん。多分経験値も違うし周りの売り上げとか盛り上がりも違うからそこですごい世界を見たいそこである程度資金を作って事業をスタートしたりとかっていう目標だったらありな気がするけどね。いきなり自分で事業をスタートっていうのは難しい気がする。翔さん的にお金を稼ぐのって才能なんですか、うんうん、いや行動力だと思う。おお。別に才能はなくても行動力があればある程度、うん、才能なんて後からついてくるじゃん。ある程度持って生まれたものはあるけど持って生まれたものを生かしきれてない人ってたくさんいるじゃん。で、まあ、お金だけの観点で見るとさそれをお金にできてない人ってやっぱもちろんたくさんいてだから、まあ、何が欲しいかじゃない。才能を生かしてそこそこ生きていければいいのか才能を生かして最大限稼ぎたいのかでも違ってくるしお金を稼ぐっていうところだけにフォーカスするんだったらもっと生まれた才能がなくても十分稼げると思います。逆に運は必要ですか。運も行動しないと回ってこないからね。行動してなかったらさそもそも選択肢に出会わないわけだし出会いもないわけだしってなるともうチャンスも回ってこないじゃん。チャンスの回数が多ければ多いほどやっぱりさネガティブなものもあるしポジティブなものもあるけどやっぱ運だけじゃないんだよね。結局さ自分の中でちゃんと目的目標を持って突き進んでいくとさいろんな情報を得たりいろんな人の発信を見たり自分の中でのフィルターが構築されていくわけよ。でそのフィルターをちゃんとしたものを構築していけば目の前に選択肢が現れた時に自分にとって有益な方を選択できるようになってくるから、それがどうしたらお金稼げますか僕は何したらいいんですかくらいのスタンスでずっといるとその選択肢が生まれた時に人の言葉だけを鵜呑みにしちゃう。これすれば稼げますよっていう情報に飛びついちゃうわけじゃん。でも自分の中でいろいろ調べてさ投資で稼ぐビジネスで稼ぐいろんな稼ぎ方があるけどまず簡単に稼げるっていう方法なんかない。それを全然自分の中で調べずに楽な方を選択していくと簡単に稼げますよ。あなたでも稼げますよ。サラリーマンしながらスマホ1台で稼げますよみたいな情報飛びついちゃうじゃん。でも本当にそれで稼げるんだったらその人そんな情報を発信する必要ないし、それはもう自分が稼ぎたくてそうやって情弱をさ養分にしたくてさそういう発信をしてるだけであって、でもその予備知識もなければそういったの飛びついちゃうから自分の中での判断基準としてさこの選択肢が生まれた時にどっちを選ぶかっていうのを常に考えながらね生きていけば
やっぱこういろいろ調べるしさ、勉強するし、人の意見とかもさ聞くようになるし、だって自分の中のフィルターをしっかり構築しておくっていうのが大事かなと思います。よかった、まとめれた。翔さんの動画って、まあ、プライベートもあったり、うん、FX もあったりとか、あと、まあ、結構多様じゃないですか、まあ、旅行もあったりとか、うん、その中でやっぱずっとお話ししてるのがマインド系、例えば FX だったらギャンブルトレードにならないようにちゃんとマインドをしっかりと持って、うん、あのギャンブルって思わずにやりましょうねとか、うん、マインドを重視してると思うんですけど、仕事において、実際にショーンさんはどのようにマインドセットをしてここまで来れたのかっていうのを、なんか具体的に、まずね、詐欺師になるんだよえ、それは大事、いやもうめちゃくちゃ大事なんだけど、はい、あの人を騙すんじゃなくて自分を騙すっていう意味でね、自分を完璧に騙しきるっていうところからスタートだと思う。だから結局人間ってさ、今までの経験値からしか物事を考えれないわけ。今まで経験してきたこと、今まで見てきたものしか信じれないんだよ。アインシュタインが言うじゃん、常識とは18歳までに蓄積した偏見のコレクションであるっていうじゃん。だから結局自分の中での常識って過去の経験からしか作り上げられない。でそれを常識だよってみんなで言い合って、それが常識になっちゃってる。自分の中での常識を覆さない限りは、僕らみたいに普通のサラリーマンとして生きてきた人間の中で、その常識を覆さないと飛び抜けることってできないんだよね。だから僕はサラリーマン時代にやっぱずっと横並びでさ、あの同じサラリーマンしてる人たちと付き合ってきたし、起業してる人とかさ、投資の世界で成功してる人とかで周りにいなかったわけよ。だからもうそれが常識になってて、今まで見てきたもの、今までの収入っていうのが僕の中での常識になってた。でも月50万しか稼いだことのない人が、じゃあいきなり月1000万稼げるようになるわけないじゃん。でも月1000万稼いでる人を見つけて、その人の常識をインプットしていくの。その人のライフスタイル、その人の稼ぎ方、その人の考え方を自分のものにしていく。完全になりきるんだよね、その人に。実際に周りにそういう人がいたらラッキーだけど、なかなかいないじゃん。だからそういった人の SNS とか、まあ、YouTube インスタ見たりとか、本読んだりとか、まあ、一番いいの本だね。本読んだりして、その人の脳みそを自分の中にコピーするイメージだね。完全に自分がその人になりきったつもりでイメージするの。だからライフスタイルもだし、考え方もだし、普通に生活しててこうなった時、あの人だったらこう決断するだろう、こう行動するだろうっていうのを自分にインプットしまくって、常に何か決断を迫られた時に自分の頭の中でその脳内会議をして、この人だったらこうするな、こう決断するな、こう行動するなっていうのを一旦考えて、言葉を発する、行動に移すっていうのを習慣化していくの。そうやってこうマインドを書き換えていく。でこれはもう一人じゃなくていい、まあ、ジャンルごとにお金を稼ぐマインドはこっちの方がいいな、でもライフスタイルはこっちの人の考えの方がいいな、でなんかいいとこ取りをしてって自分のものにしていく。そしたらもうオリジナルが生まれるから、そうやっていろんな人のいいとこ取りをして、自分のものとしていろんな人の思考を頭の中に入れて、脳内会議をして決断したものってもう自分の考えじゃん。そうやってオリジナルの自分を作っていく、そうやってマインドを書き換えていくってイメージかな。だから僕はサラリーマン時代ね、普通に月50万くらいの給料で1日15時間働いて、まあ労基違反だけどねっていうのを10年くらいやってきてさ、このままじゃダメだって思ってキラキラした世界を見たくなってさ、 YouTube 見たりインスタ見たりするじゃん。でやっぱその世界で成功してる人、まあ、話を聞くとやっぱもともとサラリーマンしてたり、全然何の変哲もない人たちがそういった世界で活躍してるっていうのを知って、あ、じゃあ自分でもいけるじゃん、じゃあどうすればいいのかって考えて、そういったマインドの切り替えに移していった感じかな。その自分でもいけるじゃんっていう意気込みになれたきっかけって何かあったんですか？ちょっとしたきっかけなんだけど、 YouTube とかインスタ見てて、いや僕ももともと中卒でとか、もともとサラリーマンで、でそれがもう去年までサラリーマンでとかって聞くと、え、じゃあ全然いけるって思わない。だから僕もその YouTube 上でやっぱ元サラリーマンとか中卒っていうのも、まあ、実際ね6年前までサラリーマンしてたし、中卒っていうのも偽りないし、だそんな自分でもちょっと考え方を変えて、行動を変えてやっていけば、その先にまあこういった未来があるっていうのを見せれてるわけじゃん。そこにリアリティを持って行動してくれる人が増えてくれればなっていう思いで、やっぱこういった発信をしてて、だまあきっかけは本当そんな感じだね。
で、その人が言ってることが嘘でもいいんだよ全然。でもそこに触発されて行動するきっかけになれたらもうそれで OK じゃん。だからまあ僕が中卒って言ってるのも元サラリーマンって言ってるのも実際本当か嘘かなんて別にそこ掘り下げようなんて思わないじゃん。あ、この人がいけるんだったら自分でもいけるじゃんって思えることが大事だなと思うんだよね。だからまあ受け取りって次第だと思う。ただ僕はまあそういうのをきっかけに行動しようってなれたからそういう発信の仕方してるかな。とりあえずお昼行って、今日天気いいしね、なんかバイク乗ったりできるかな。お、いけるんじゃない。本当ですか。いけるんじゃないか。下に引いてないですか。そのパンみたいな、引いてるのと引いてないのとあって、これ引いてなかったから、あとはなんか大丈夫、固定されてる割と。いつも出てきます。さあね、これめっちゃ大事だよこの本。やっぱこれが一番お気に入り。いやこれね、僕マジで推しなんだよこれ。だってさ見て、もう僕のサラリーマン時代のこの暗い過去から始まって、写真付きで元サラリーマンがこうなっていくんだよっていうストーリーをもう写真付きでね、でマインドの書き換え方とかね、痩せててやっぱかっこいいっすね。知ってお尻の写真とかね、クルーザーを買ったんじゃない、この景色を買った名言だね。僕、まあ、いろいろ見たんですよ、ネタを集めようと思って、うん、ショーンさんのいいところって何かって、国内旅行をメインでやってたり、うん、日本で発信してたり、うん、東京じゃないってところがいいなと思ったんですよ、うん、やっぱいろんな方たちって海外に移住するじゃないですか。するね。だからなんか、あ、俺には無理だって思うと思うんですけど、うん、ショーンさんの場合だったらやっぱ勇気もらえるかな。自分でもいけるって思うじゃん、うん、そこ大事なんだよね。成功してる自分の姿をリアリティ持って想像できるかどうかがすごく重要で、想像できなかったらみんな諦めちゃうじゃん。極端にお金持ちとか見ても、あ、この人だからこういう生活できるんだよねで諦めちゃう。でも僕みたいな人間を見てると、あ、自分でもできるかも、じゃあ頑張ってみようって思えるかどうかがすごく大事だと思うから、だから僕は常にそこにいたいかな。僕だったらできるかもって思ってもらえるくらいがちょうどいいかなって思ってる。頑張りましょうこれから。何よ、僕が頑張るの。演者じゃないよ。演者じゃないんだよ、もう本当にリアルを発信してるだけであって。そうですね、こちらこれもアドリブですしね。そうそうそう、オンラインサロンの皆さんとかはもうね、昨日もさ、ゲリラライブしてて、集まってくれる人ってさ、僕も大事にしたいし成功してほしいから気になっちゃう。昨日も1時間くらいライブしてた。情が熱いんですからね。これ今さ、ここに飾りたくてさ、これもこれはね、奈良義朝さんってさ、これ原画だったらもう奥だよ、この人は。はい、ってことで急に遊びに来たもんね。はい、突撃させていただきました。はい、ようこそ我が家へ、ってことで、まあそんな感じでね、僕の活動としてはやっぱり単なる自慢だろっていう人もたくさんいるし、まあそう受け止める方はそう受け止める方でいいけど、僕の中卒でサラリーマンしててっていうところから見る人から見たらさ、全然大したことない生活だけど、僕の中ではやっぱすごく充実してるし、サラリーマン時代に憧れてたようなね、そのガレージライフとかね、車、あと時間の使い方とか、好きな時にね、好きなように旅行行ったり、時間を自由に使えたり、好きな車買って乗ったりっていうのできてて、自分の中ではすごく充実してるなって。でもそれって中卒元サラリーマンの僕でも、もうたった数年で実現できてる。だから今ね、普通にサラリーマンしてて今の自分の生き方に不満を抱えてる人結構たくさんいると思うんだよ。不満抱えてたり不安を持ってたり、でも行動を変えるだけで、まあ、もちろんリスクを最大限減らした行動あるけど、リスクを取りすぎる必要もないんだよね。そういったところも僕発信してるから、僕のライフスタイルを見て少しでもね、触発されて自分でもできるって思って行動に移して、そして成功してくれる人が一人でもね、多く増えてくれたらなと思って発信してます。なんでもしね、参考になったっていう方だけでいいんで、高評価、あとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あと、まあ、具体的なお金の稼ぎ方、あと今話したようなそのマインドの書き換え方っていうのは LINE 公式の方で段階的に学んでいただけるようになってます。ぜひね、動画の概要欄にある LINE 公式登録してみてください。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。